はい、皆さんこんにちは、こんばんは、佐々木です。よろしくお願いします。はい、今回はですね、手首と指のストレッチをやっていこうかなと思います。はい、結構ね、いろんなデスクワークの方だったりとか、あとは手を使う仕事、料理だったりとか、家事だったりとかもそうですけど、特に女性がついてるね、エステ関係の仕事だったりとかね、美容関係の仕事だったりとかっていうのはかなり手を使う仕事が多くて、でマッサージとかね、僕がやってるようなストレッチだったりとかもそうなんですけど、かなりね、手を酷使する仕事についてる方って女性の方多いと思うんですよ。であとはホルモンの関係とかで、結構ね、腱鞘炎になりやすくなったりとかすることもありますので、そういう方の向けにですね、ケアの方法を今日は、紹介していこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまずは、手首前腕のストレッチですね。前腕っていうのはこの肘から先のことを言います。はい、ここは結構ね、いろんな動きに連動して使用しますんで、かなり疲れる場所ですから、しっかり伸ばしていきましょう。でまずは手を逆手にしていただいて、しっかり肘を伸ばします。伸ばしきってください。はい、でこの状態でですね、はい、指を伸ばしてぐーっと自分の方に引き込んでいきます。はい、この状態で、呼吸はですね、深呼吸をゆっくり繰り返しながら止めないようにしてください。はい、で大体20秒から30秒ぐらい自分の方にね、しっかり引き込む状態を維持していただいて、これを両方とも左右の手同じように行ってくださいね。はい、で同じ体勢で今度は手のひらを下に向けていただいて、はい、ぐーっと今度はこの前腕の上の方の手を伸ばしていきます。はい、であとはやり方は一緒です。しっかり肘を伸ばした状態にしていただいて、自分の方にぐーっとゆっくり引き込んでいきます。ある程度、伸びる感覚があって、止まるところでしっかりとキープします。これも20秒から30秒ぐらいを維持してください。はい、で伸ばしきったら反対側、あんまり強めにやらなくていいですね。ちょっとこの辺がこう張ってるなーっていう感覚がある状態で止めてください。であんまり伸びてる感じがない人は少し指の方も巻き込みながらやっていただくといいですね。はい、じゃあ今度は、親指の付け根のここですねと、手の外側をマッサージしていきます。まあ、ここは特に一番使用頻度が高い、筋肉がついてますので、まあ、親指でね作業する方が多いと思いますので、この辺は疲れやすいです。で、こっちの小指の付け根の方ですね、こっち側も結構手の疲れに、ね、関わってきてる部分ですので、ここをしっかりとほぐしていきます。はい、でマッサージ自体はとっても簡単です。ここを、この膨らんでるところですね。はい、この部分を反対側の手で、揉みほぐしていきます。で、ちょっとずつこうやって場所を変えながらですね、見てください。本当は、もう、だらーんと力を抜いてやってもらった方がいいです。で、少しずつ場所をずらすようにしながら、ちょっと張りがある人はこの膨らみのところが柔らかくなるのでやってみてください。少し強めに押して痛いところがあったら、そこを集中的にやってあげるといいですね。でも基本的にはしっかりずらしながら全体的にやっていくといいと思います。で意外とね、この辺とかも疲れるんで、一緒にやっちゃいましょう。こんな感じで挟むよ、ずらしながらやってあげるといいですね。はい、で外側なんですけど、外側この小指の骨のところありますね。ここよりも、外側に、指をかけて、でもう片方の指は、ここを小指の真下ぐらいから挟み込むような感じで、こんな感じでつまんであげるといいです。はい、これも、ちょっとコリコリするところがあったりとか、あとは少し張りがあったりとか痛みがある場所を、探しながら、ずらしつつ行ってください。僕なんかだと結構今この辺が、この少し上の方ですね、
この辺が少し痛かったりするので、ここをちょっとずつほぐしていきます。クリ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 っと揉んであげてもいいですね。まあ、さっきの親指のところも押すだけじゃなくて、少しこういう風にずらすようにしてね、マッサージしてあげても OK だと思います。はい。で、まあ一箇所に集中的にやるよりは、どちらかというと周りのところも一緒に全体的に押してあげるようにするといいですね。でも集中的にこう痛いところにこうなるべく戻っていくようにしてあげるとだんだんほぐれてくると思います。僕はもう今ので結構痛みが取れました。で、今度は指を引っ張ります。引っ張って離す、引っ張って離す、これを繰り返します。で、他の膝だったりとか、肩周りだったりとか他の関節もそうですけど、筋肉が固まってくるとギューッと関節が、狭くなって、で、それで関節が削れてね、痛みが出たりとかすることがありますけど、指でもね同じようなことが起こります。で、まあ、さっきねグーッとこう伸ばしてあげたんで、今度は引っ張ってこの関節と関節の間を広げてあげます。ここは結構ね、分かりやすくこう伸びてる感じがあるんですね。こういう風に、こうやって分かりますかね、指が手から離れていく。こういう感じです。基本的にどの指も、しっかりと引っ張ると離れる感覚があると思いますので、これを全部の指やってあげるようにしてくださいね。で、ほぐれてきたらちょっとこう指をパラパラパラーと脱力して揺らしてみてください。はい、しっかりと脱力できてるとね、こうやってバラバラーと動いてくれますから、これが全然指が固まってあんまりね、こうやって手首だけが動いちゃってるとかっていう感じだと、まだ全然ほぐれてないので、さっきと、まあ、ストレッチから戻ってやってみてください。はい。で、手の甲ですね。手の甲のところにも筋肉あるんですよ。こうやってギュッとギュッとこういうふうに指開いてあげるようにすると、まあ、ここが膨らんでくるんですね。この指の骨と骨の間のところ、ここのところを、まあ、親指を使って擦るようにやってあげます。まあ、これやるときはちゃんとこの本の方の手の力抜いておいてくださいね。親指じゃなくてもいいんですけど、こうやって指を入れてもらって押したりとか、擦るようにしてしながら骨と骨の間の筋肉を伸ばしていきます。これもちょっと一回全体を確認しながら、ちょっと痛いところとかがあったらそこを集中的にやりをしましょう。はい。で、もちろんね、最初の方にもやりましたけど、ここの親指と人差し指の間、この辺などやってください。で、ここが多分一番広く、面が広くて、で、筋肉も多い場所なんですよ。ぐーっとね、こういう風にやると分かるかな、こう膨らむんですね。はい、これです。ここにしっかり筋肉がありますんで、これをほぐして、割と手を酷使してるとここの部分がね、こんな感じで膨らんだような形になってると思います。しっかりと指を使ってほぐしてあげましょう。はい、こんな感じになります。はい、手全体のストレッチです。まあ、特に硬い指とかがあったら、そこもさらにこう重点的にね、一本一本やってあげてもいいと思います。こういう風にするだけじゃなくて、ちょっと肘を折ってですね、指一本一本曲げてあげるっていうのもありですね。こうすると、まあ、自分の曲がらない指とかが分かると思いますので、まあ、こういう風にね、まあ、
本当に今90度に折れてますけど、まあ、ここまでいかなくてもいいですけど、しっかりとね、一本一本柔らかくなるようにやってあげてもいいんじゃないでしょうか。試しにですね、片手ずつ、もう片手だけとかやってみてください。結構この手の感覚の違いがわかると思いますんで、自分の手が疲れてるんだなっていうのをね、片方ずつやると感じられると思います。はい。まあもう自覚がある人は両方ね、しっかりとやってみていただいて。やったことない人は片方ずつやってもらうと、この手の感覚が全然違うので、本当にすぐわかります。手が軽くなるような感じです。動作自体が。はい。まあで、結構ね、指とか皮がね、硬かったりとかするんですよ。ここが、こういう風にね、ここの水かきみたいなところ、はい、ここが硬くなってたりとかするんで、こういう風に、こう広げてあげるように、もう一本伸ばしてあげるのもいいんじゃないでしょうかね。はい。で、結構ね、柔らかくなってくると、まあ、こんな感じでビヨーンと指が折れたりとかもしますんで、はい。まあ、ここまではね、なかなかやれないと思いますけど、はい。ぜひね、皆さんも指しっかりとほぐして、柔らかくキープしてください。しっかりとね、柔軟性と、あと、疲労のコントロールだけしてあげれば、結構、めちゃくちゃ酷使しても、全然、腱鞘炎とかね、心配がなくなってくると思いますんで、はい。まあ、特にね、女性の方は、炎症になりやすいんで、注意してケアしてあげてください。では、今日の動画はこんなところで終わります。はい、この動画気に入っていただけたら、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。